アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。はい、今回は新しい新機体を仕入れてきました。ご覧ください。はい、こちらですね、ジェガン高機動仕様、それにネモダカールハイビキ、それとストライカーカスタムですね。まあ見てわかるように今回は格闘で、揃えてみました。まあこれは何でかと言いますと、やはりね、最近400コスト、ユニコーンだとかシナンジュだとか、あと強化型ダブルゼータ、クイーンマンサ、マンネロー石などなどが、高コスト機がね、暴れ回ってる中で、この忘れられがちのこの機体たち、抱き合わせとかでね、よく排出されるものたちですね。まあ、なんか強い機体に頼りすぎなんちゃうか、ちょっと最近のやつらは。高コストとか、なんかそういう強くて、なんか丈夫なやつ、もう みんなの意見しか取り入れない、ウィキとかしか見ねえバカども。はい、なのでね、今回はこの、ジェガンネモストライカーカスタムで、シナンジュを切りに行こうと思います。はい、まあね、ちょっとね、このジェガン、新しく制作したんですが、ちょっと格闘がね面白くて、これはぜひともちょっとお見せしたい一品です。まああとネモはね、なんか結構優秀らしいんでね、とりあえず金図当たりましたんで、作ってみました。はい、そしてストライカーカスタム、これは何度か動画にした、2、3本ぐらい動画で紹介させていただいたんですけれども、まあ今回はなんとこの高出力ナックルダガー A3 二刀流ですね。まあ一時期は僕もね、フレピク大賞って呼ばれてた時期もありましたんで、はい、そこら辺うまくね、見せれたらいいかなって思ってますね。はい、フレピク門町大賞ってよく言われましたね。ほんとエテボンゲのフレピクには羽が生えてるんじゃないかと噂されたぐらいでしたね。はい、なので今回はこの3機を中心に、大規模戦をかき乱してやろうと思います。あとなんか伝えなきゃいけないことがあった気がする。あ、そうだな、今日ちょっとほんと最近なんかもう日に日にそのボリューム声のボリュームってのが日に日に上がってきてしまいまして、もうほんと大きい声出したらもう途中でやめるわ、もう、うん、それぐらいの気持ちでやります。大きい声出したら退出すればもうキックしてもらうわ、大きい声出したら。本当にクレームが来そうだ、本当近所から。本当にね、編集とかでねボリューム下げてるんだけどね、あれでも本当全校生徒に響き渡るぐらいの声出してるんで、僕家で全校生徒800人ぐらいいても隅の隅まで届くようなボリュームで実況プレイやらさせてもろてます。いきましょう。はい、本日のフィールドはテキサスコロニーです。テキサスコロニーの右側拠点ですね。敵コロに関しましては初動突が非常に決めにくいフィールドとなっておりますが、唯一ここで決めれる、本拠点突は CX のみとなっております。確率は、
16分の1ぐらいですね。16分の1ぐらいで成功するか否かみたいなところがありますので、凸を狙わないで本数字拠点3番を中心に踏みに行こうかと思いましたが、そんなんじゃねえだろう。戦いってそんなんじゃねえだろう。このユニコーンを使いまして、CX 叩いてこようと思います。もちろん今回はユニコーンにも格闘持たせていますので、はい、ズタズタにやってやろうと思うわ、マジで。特に指南獣、見つけ次第ロックオンしてもう話しませんので、そこんとこよろしくお願いします。もうね、もう戦場にエテポンゲがいたら、その指南獣たちが引く、指南獣たちがもう尻尾巻いて逃げる、そういったね、時代が来るかもしれない。今日を境に、この一戦を境に、やっぱりテキサスコロニーで優秀なのはそのバイアランとかですよね。どうしてもDJとかさ、DJ って早いんだね。意外と早いんだね。ホバー機体ですの、持ってたんだけどね、僕も。キンズ、もうやめよう、そういう持ってたっていう話すんの。もう毎回キンズ持ってたっていう話。よし、あれで、ああうりゃー、貴様、君だけはもらう、逃げよう。やんのか。あー、もう初動突これでいけんくなった、マジで。こ切り捨てごめん。うりゃうりゃ、もう一回振れ、うっ、勝った、切り勝った、切り、逃げて、うるせえ、もう自分でも分かる、やってる俺が一番分かってるから、うるさいのは。ごめんね、帰りましょうか。ここでユニコーンを失うわけにはいきません。こんだけ調子いいんだよ。コンテナ持って帰るか。ああ、どうする。いや、ここは一旦本拠点まで引きましょう。1730、3歩。ちょっと待って、これ今回デストロイモードお見せすることができるかもしれない。本当ね、このユニコーンのビームサーベルっていうのは非常に強力でして、威力8350、もうね、構えてるだけで敵が溶けていきます。それぐらいの熱量を発しています、こいつのビームサーベルは。さあ、次どこ行く。中央は抑えたぞ。もうこっからはね、もう正直まあ、オセロ大会とかに なってしまいがちですよね。こっからの打開の仕方を知り、まだ教わっていません。とりあえずオセロしようか。ほんとオセロのエテポンゲって昔はよく言われましたね。逃がさん。よし、実に冷静だった。今のプレイは実に冷静なプレイングだったと思いませんか。今日は落ち着いている。あ、お前俺にくれよそれ。そしてこっから
からもう攻めようがないんだよな。俺は引かねえ、絶対に。わあ！パウ！まあそろそろちょっとこいつをお見せしたかったんで、頃合いかなって感じですね。本当こいつ面白い攻撃を持っていまして、こう、これが格闘です。こう、本当こいつ出てきたお前たちがいけないんだ。本当このこれもう俺じゃなきゃ見逃しちゃうね、この速さ。ちょあそこにいた。ちょっとまだあの制御が難しいですね。はい、制御が難しいです。あのもう一回押したらもう行くとこまで行っちゃうんだよあいつ。さあ見せたろか、ほんと羽が生えてるんじゃないかと巷で噂された僕のフレピクフレピクの実力をお見せするわ。あんま見せたくなかったんやけどな、うまいところ。下手で売ってるから、わざと下手な。あ、やめて、お願い。ああ、ミディアが壊された。もうちょっと、もうあれカスタムストライカーもう絶対に使わ、もう決めた。来いよ、死なん。いや、これぐらい臆病でいい。相手は死なんじゅや。これぐらい臆病がちょうどいいわ。臆病になれ。なんでどけお前。これ格闘向いてないんかもしれんな。格闘向きじゃないかもしれんな、やっぱり。敵艦を沈黙させました。気をつけて、そこ危ないよ。拠点制圧完了。お呼ばせながらお力添えいたします。シナンジュ、もう絶対シナンジュ切るから今日。うまっ。ああ、よしよし。
よし、1体持っていく。1体持っていけりゃいいんだよ。1体持っていけたら、そうやってやってきたよ今までも。欲をかくな、欲を、欲をかくから一体も二と追う、二と追うものは一とも得ず。バイエテポンゲ。一体一一交換でええんや。あ、これ防衛湧いた方がいいか、防衛湧いた方がいい、いける、抑えられる、それ抑えられる、一二三に当たって、三に当たって抑えてね、それ。ちょっとこれでなんとか、もうなんて負けんって、もう動かきやがるんだよ。うるわもうこいつ。ちょっと向かっ、やめろ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 、マジか。ちょ、格闘弱いないか、このちょっと今の時代、今ので確信したわ、格闘弱えわこれ、弱っ。チャット見てる、核いくぞって、ごめん見てなかったわ、すまん。拠点制圧完了。チャットどころかマップも見てねえわ、すまんな。生きんのに必死なんだわこっちは。どうする、どうする、追いかけようか、追いかけようか、追いかけど、こいつよりによってここでジェガンだったら、すぐにでも追いつけるんですよ、ここからでも、余裕で。なんとか一応追いかけよう、 まだ間に合う。ちょっと待て、ちょっと待て、それはやばくないか、4番踏まれるわけには、4を渡すわけにはいかない、ちょっとそれは待って、いや踏まれたし、あぶねえ、ごめん。待っとけ、俺が今すぐ行くから、待っとけ、俺が行くまでなんとか持ちこたえてくれ、点滅で。こんにちは、いや俺だ、うわ惜しい、やばい、踏まれる、踏まれた、踏まれた。とりあえず4番を取り返しに行く、それは今核を運ぶよりも 大事なことであって、いける、一歩届かなかった。まだまだいける、まだいけるぞ、まだいける、アムロ行ってくれ、アムロ、アムロに夢中、アムロに夢中、あいつ、よーし来た、おりゃ、おっしゃー、見たか、こいつシャア以上のニュータイプみたいだ。どうすっか、一回回復に戻るべきだよな、これは。迷った。
とりあえず4番は取り返しましたね。よし、こっから落ち着いて6、7、一つずつ潰していきましょう。しかし7番がちょっと押され気味ですので、先に7番を押さえてから A の防衛に沸きましょう。一つずつクリアしていこう。めっちゃ歌え、ちょファンネルもこれで避けれるんですよ。ちょ、行きますね。おりゃー、この踏み込みの一歩マジで俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。行きます。うわぁ、強ないこれ、ちょっと強くない、今のちょっと強い。天守興奮した。修理はいい、乗り捨てだ。おしよし、こうやって帰ってくること、こうやってね、相手のロックオンをこう俺に与えて、そして敵の隙を作るっていうのは非常に大事なことです。スコアはいただいた。あー、ちょっとテンパっちゃった今の。やっぱ空中での攻撃が難しいな。さ、ユニコーンの出番だ。ちょっと B がラグ、 B! どっちから来んの、どっちから来んのこれ、それどっちから来んの、どっちから来んのそれ、こっち、どっちから来んの、止めた。向こう、そこの出口どうやって出たらよかったんだよこれ。え、ちょっと待って、デストロイモードがもう倒れつつある。これはタムロ、アムロ行ってくれ。エテポンゲリハプティズ、行きます。ちょっと待って、デストロイがもうちょい、どうやってたまんのこれ、時間動いてたらいいの。やめろ！やばい、デストロイが終わる。デストロイが終わっちゃう。俺のデストロイが終わった。いや、ここは隙を見てこの中央を取っちゃうというエテポンゲの最強の作戦。作詞もっと自分を大事にしなよ。戦略兵器を踏まれてるな。援護を頼む。いいだろう、相手をしてやろう。もうこいつ使いたくないわ、もう。一気に攻めるか。カメラ見えてても見えなくても一緒なんや、俺はこいつを使ってるときは。
ちょっとグニャグニャなったわ、なんか。あ、それは無理だろ。まあまあまあ、しゃあないな、時間的にもうしゃあないわな、それは。俺に嫌われに来たか。か、たかがメインカメラをやられただけだ。やばい。ああ、抜けてる、殴られる。殴られてる。3番は踏めないし、4番取られるし、死も殴られてるし。ちょっと範囲を考えましょう。うん、このユカリン2だけですね、拠点を殴っているのが。ユカリン2だけです。事実上1位ですね。君が連邦、うわぁ。下がんねや、これは。これは下がるんや。はって。バナージとオードリーが食べていたホットドッグ。一定数集めることで交換所でアイテムと交換することができる。素晴らしいですね。賞味期限とか大丈夫なんかな。はい、今回でもう結論出ましたね。結論は出ました。ストライカーカスタム君は引退してもらいます。実にね、このジェガン、このジェガン固有の、すごいダッシュからの踏み込みからの、広い格闘、非常に良かったです。はい、そして、プルパップマシンガンからで、相手のダウン値を稼ぎ、そこからビームサーベルの効果力の、ネモ専用のこのシールドを持った手でビームサーベルを持って切ると同時にシールドでちょっとシールドで打撃ダメージを与えるこのネモ、非常に良かったです。しかしながら、君は本当こいつ入れるぐらいだったら、もう本当にこいつ入れるぐらいだったら、もう事務指揮官入れてる方がよっぽどいいですね。よっぽどこいつの方が優秀です。はい、あいつ入れるぐらいだったら、まあ、あいつをメインで使ってるやつ見たこと一人もいない説。ガンダムオンラインユーザーで、カスタムストライカーを使ってるやつゼロ人説。カスタムストライカー、
はい、では、今回は、連邦の、重コスに重コスに隠れがちの中コスト帯の機体で避難所をぶった切るでした。ご視聴ありがとうございました。